はい、こちらは単調三家ですね。まあ墨もこちらしっかり出てきてますので、まあいいとこいいとこ来てる。で下が全部青っぽく見えるんですけど、これ全部出るわけじゃないですね。全部出たら真っ黒になっちゃうんですけど、大体今まで見てても出るのはほぼ半分ぐらいですかね。下地は青っぽく見えるんですけど、出る頃にはですね、全体的に締まって濃くなってきますから、この片隅とかでも上がるにつれて濃くなるんですけど、墨はグッグッと締まってくるイメージですね。後半もこれこんだけ多いイメージなんですけど、これもだいぶ締まってくることが予想できますので、墨が固まる頃には出てる頃にはですね、この青が消える頃にはもっと墨が濃くなって締まってきてると思います。で一番大事な単調の丸なんですけども、まあ目や鼻に背中かからずに整っておりますね。こんな感じです。はい、横ですね、中です。なのでこれも秋が楽しみな、そんな一匹です。下に墨がありますので安心感はあります。ないとこからはですね、まあ出ることもあるんですけども、やはりないと寂しいので、これぐらいある方がいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。